は降りていたけど、それが自信になることはなかった。でも、お客さんに助けられた。いろんな試合に出てきたが、一番、少しでも僕の支えになりたいという、気持ちを感じた。すごくありがたいと思いながら、もっとその気持ちに応えたかったという、思いもある。フリーに向けて、しばらく考えた後、切り替えないといけない。4F は失敗してでも 4T と 3A を成功させたい。大会前は 4S を成功させたいと思っていたけど、予定の変更はあるかもしれない。前頭の痛みは全然ない。飛んだ瞬間に、ああなるな、と思ったので、あれは思い切り行かなければいけなかった。演技を振り返って、一言で片付けるならば、良くなかった。なぜそうなったかというと、気持ちがどうしてもマイナスの方を向いていた。それが悪い方向に演技に出た。コーチ不在の影響は、わからないですね。あまりにもこういう心境っていうのが、続くのであれば、コーチの不在が難しいのかなと考えますけれど、今回、次の試合で、もしかしたら違う心境になるかもしれない。今後の試合次第だと思います。将来的に再びメインコーチを、年明けになるんですかね。年明けまでお待ちいただけたらと思います。逆に助けられた点は、お客さんに今日は助けられました。公式練習でも全然飛べない中で、大きな拍手をいただいて、あれだけ失敗したのに、あれだけの拍手をいただいた。僕が結構、いろいろな試合に出た中でも一緒に、少しでも、というのが伝わってきたんですけれど、すごくありがたい、と思いながら、もっとその気持ちに応えたかったと思います。ご覧になった方も多いかと思いますが、5期連続のグランプリファイナル進出を目指す宇野昌磨が今季初戦は79.5点にとどまり、4クライトで遅れた。首位は世界選手権2連覇中の年間全で102.48点でした。ありがとうございました。チャンネル登録、コメントぜひお願いいたします。